皆さん、こんにちは。今回は五木ひろしさんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。 NHK 紅白歌合戦の常連で、通算出場回数歴代2位を誇る演歌界の大御所五木ひろしさん。五木ひろしさんには韓国にまつわる生い立ちが噂されています。そこで今回は五木ひろしさんの私生活についていろいろと情報を集めてみました。まずは五木ひろしさんのプロフィールを見てみましょう。伝説的な記録を残し続けてきた日本を代表する演歌歌手五木ひろしさん。五木ひろしさんは演歌界でも最も名前を知られた大御所の一人ですが、その経歴はまさに伝説と呼べるもので、 NHK 紅白歌合戦には1971年に横浜黄昏で出場して以来、2018年まで通算48回出場し、北島三郎さんとタイとなる2位で、取り回数は美空ひばりさん、北島三郎さんと並び歴代1位。日本レコード大賞受賞も大賞をはじめとした各賞を多く受賞してきました。五木ひろしさんは本名を松山和夫と言い、1948年3月14日生まれ、福井県三方郡の出身です。実は五木ひろしさんの父親は韓国人の鉱山技師であり、京都府での出生時の本名は李和夫でした。五木ひろしさんの母親は松山菊乃さんという名前で日本人だったことから、五木ひろしさんは日韓のハーフということになります。また五木ひろしさんの父方の祖父母は韓国人だと言われています。その後五木ひろしさんは日本に帰化して通名の松山和夫を名乗りました。そのため五木ひろしさんは元在日韓国人ということになり、帰化してから現在まで国籍は日本人ということになります。五木ひろしさんの父親は仕事の関係で家族を連れて各地を転々とし、京都に移り住んだ時に五木ひろしさんが誕生しています。11歳年上の姉をはじめ次女長男がおり、五木ひろしさんは4人兄弟の末っ子でした。五木ひろしさんは幼稚園から小学校2年生までの3年間を三重県鳥羽市で過ごし、鳥羽市立加茂小学校に通っていましたが、歌が好きだった父親の影響でこの頃から歌手になりたいと思い始めました。小学校時代の五木ひろしさんは学年で時期以内に入る優秀な生徒で、周囲が野球にのめり込む中で声出しが喉を酷使して悪そうという思いから野球はしなかったものの、ガキ大将であり、地元の祭りや宴会などで歌を披露してお小遣いをもらっていました。五木ひろしさんは小学校時代に地元に撮影できていた美空ひばりさんと一瞬目が会った際に圧倒的なオーラを感じ、より一層歌手を目指す気持ちが強くなったそうです。その後父親が鉱山技師を辞めて家族で福井県美浜町に移って建築用石材を扱う会社を立ち上げ、松山菊乃さんは農家をしていましたが、五木ひろしさんが小学校5年生の頃に父親が家を出て行ったため離婚し、朝から晩まで働き同士で女手一つで子供たちを育て上げたそうです。五木ひろしさんは1963年3月に中学を卒業しましたが、その翌日に長子を頼って京都へ移り住み、関西音楽学院に入学して歌を学びました。その1年後となる1964年5月に、五木ひろしさんは作曲家の上原玄斗さんを紹介されたことでプロ歌手を目指して上京し、上原玄斗さんの弟子となって松方弘樹さんら歌のレッスンを受けました。五木ひろしさんは自身を立派に育て上げてくれた母親松山菊乃さんへの愛情は深く、歌手として成功して財を成すと母親のために家を建てたり、ザ・ベスト10を実家から中継したりするなど、松山菊乃さんを大切にしてきました。松山菊乃さんは2002年に自宅で静かに息を引き取りました。そして2017年9月16日に放送されたトーク番組「佐和子の朝」系に出演した五木ひろしさんは母親への思いを語りました。阿川さんが小さい頃にお母様が一人で子供4人を育てた、だから同じような家庭にはしたくなかったと
尋ねると五木さんは思いを告白します。そんな両親の姿を見てそれが励みになり、自分がそういう立場になった時には子供たちにはそんな姿は見せたくないし、同じ思いをさせたくない。過去の気持ちが今の自分の人生につながっていて、それがなかったら今の自分はない。子供が3人いるけどお父さん誇りに思っていますとかメッセージをもらうのが一番嬉しいと述べています。一説によれば五木ひろしさんは被差別部落出身者のためプロ歌手になってからも差別に苦しみ、幾度となく芸名を変えることになったと言われていますが、もしかするとそうした差別から子供たちを守り続けた母親の姿も五木ひろしさんの使命感に影響を与えていたのかもしれません。兄弟弟子だった松方弘樹さんが歌手を諦めて俳優に転向したのは五木ひろしさんの才能の凄さに勝てないと感じたためだと言われていますが、五木ひろしさんは背負うものの大きさが才能をより開花させていたのでしょう。2014年12月29日、東京・渋谷にある NHK ホールでは、第65回紅白歌合戦のリハーサルが行われていました。五木ひろしさんが紅白に出場するのは、これで通算44回目。五木さんが選んだのが1971年に発売、大ヒットした横浜黄昏で、作詞を手掛けたのは、この年9月、呼吸器不全のため亡くなった山口洋子氏でした。リハーサルの後、同局で会見を開いた五木さんは、天国の山口さんへの追悼と、感謝の気持ちを込めて歌いたいと、数ある候補の中からこの曲を選んだ理由を説明しましたが、まさに鳴かず飛ばずのどん底だった五木さんにラストチャンスを与えてくれたのが、この曲だったのです。これがダメなら、ふるさとの福井に帰って農業をやろう。そんな決意の中、アマチュアが集まるオーディション番組、全日本歌謡選手権に、ミノルフォン専属のプロ歌手、三谷健として出場した五木ひろしさん。8週目を勝ち抜いた頃、審査員である平尾正明さんのもとに一本の電話がありました。相手は山口氏だったのです。山口氏は17歳で芸能界入りした後、ホステスに転身しました。東京・銀座に高級クラブ、姫をオープンしていました。石原裕次郎さん、勝慎太郎さん、長嶋茂雄さんなどが足しげく通う店の敏腕ママとしての顔のほか、中条きよしさんの嘘や石原裕次郎さんのブランデーグラスの作詞を手掛け、大ヒットに導いた作詞家としても知られていました。彼の曲を一緒に作ってみない。初回から五木ひろしさんの歌唱力に注目していた彼女はすでに8編ほどの作品を書き上げており、それを平尾さんに手渡していたそうです。五木ひろしさんは見事に10週を勝ち抜き、グランドチャンピオンに輝きました。そして完成した横浜黄昏で五木さんは日本レコード大賞歌唱賞ほか多数を受賞します。紅白への切符を手に入れ、作詞家山口氏と共に歩み出すことになったのです。ところで五木ひろしさんを調べてみると、何やら元妻というキーワードがあります。ということは五木ひろしさんは誰かと結婚して離婚したから、この元妻というキーワードを世の皆さんが検索しているのだと思われますが、特に離婚したということはありませんでした。そのため再婚したこともなく、元女優の和優子さんが奥様です。本名は松山幸子、旧姓富谷と言います。家族構成は5人家族です。和優子さんは1959年4月29日生まれです。高蘭女学校を卒業されています。1982年に女優を目指すことを決意し、1983年に放送されたドラマ波の塔で女優デビューされました。その後、海に降る雪や化粧など数多くの作品に出演しています。また1984年に公開された映画化粧では日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞されています。五木ひろしさんとの馴れ初めは舞台での共演でした。その舞台の共演で五木ひろしさんが和優子さんに一目惚れしたとのことです。五木ひろしさんの猛アタックを受け、交際に発展し1989年結婚に至りました。和優子さんは結婚後芸能界を引退し一般人として暮らし始めます。
まさに五木ひろしさんの縁の下の力持ちになったようです。二人の結婚披露宴は当時の芸能界史上最高額の費用をかけたと話題になりました。11メートルの特大ケーキや宝塚歌劇団を彷彿させるような階段もありました。そんな派手な結婚披露宴はなんと5億円もの費用がかかっていたと言われています。芸能人ならではの結婚披露宴となりました。この五木ひろしさんの結婚披露宴が豪華に行われたことが芸能人の結婚式が派手になってきたきっかけになったと言われています。カズユウコさんは現在五木ひろしさんが所属する芸能事務所の社長をしているそうです。五木ひろしさんは株式会社五木プロモーションに所属していますが、そこの代表取締役になられています。公私ともに五木ひろしさんのサポートをしているのでしょう。五木ひろしさんはカズユウコさんについて次のように述べています。妻は時には厳しく注意してくれる。栄養のバランスに気を配ったお弁当を持たせてくれる。好きな歌を歌えるのは彼女のおかげと感謝を述べています。また歌手生活55周年、感謝の共演でもこのようにおっしゃっています。女優を辞めて私の仕事や子育てに頑張ってくれた女房には感謝の気持ちでいっぱいですとしています。ネット上ではカズユウコさんについて病気とか難病のキーワードが出てくるのですが、特に病気に関しての情報は出てきません。五木ひろしさんとカズユウコさんの間には3人のお子さんがいます。まず1990年誕生の長男の松山大輔さんはユニバーサルミュージックに勤めるエリートです。現在は香港支社に勤務し歌手の発掘や育成を手掛けているそうです。香港支社に勤務しているということで外国人と仕事をすることも多く、英語も堪能、仕事ができる人というイメージです。音楽関係の会社ですから不死で仕事の話や相談をすることもあるのかもしれません。ご長男はもうご結婚されていてお子さんもいるそうですから、五木ひろしさんはもうおじいちゃまということになります。次に1992年誕生の次男の松山一馬さんは幼い頃から絵を描くことが好きだったそうで、高校2年生の時には芸術の本場イギリスに留学しました。実はご長男と同じ青山学院大学に在籍していたのですが、ちょっと問題を起こして退学されています。次男の松山一馬さんは背が高くてスタイルが良いので昔読毛をしていた時代があります。その時に SNS で飲酒喫煙しているところがアップされ、未成年の時だったのでそれが問題となったようです。一連の問題によって青山学院大学を退学してしまうのですが、その後イギリス芸術大学へ進学しました。2015年に卒業して帰国すると絵の制作に専念し、2017年には東京都内で初の個展を開催しました。現在は画家として活躍しています。そして1995年誕生の長女の松山加奈子さんは2011年16歳の時に映画ハリーポッターと死の秘宝パート2の試写会に五木ひろしさんと一緒に登場し話題となったのですが、その後青山学院大学を卒業したようです。現在何のお仕事をしているのかは分かりませんでした。いかがだったでしょうか。今回は五木ひろしさんの生活を中心に調べてきました。2021年5月12日笑福亭鶴瓶さんとゲストがよもやま話を展開するトークバラエティ巷の話に五木ひろしさんが出演しました。最初に受けたコンクールは埼玉県で開催され、たまたま行ったら僕が優勝しちゃった、決勝大会も優勝してプロ歌手になったとデビューまでの経緯を振り返っていました。歌手という職業に出会ったからには1年でも長く歌っていきたいと語る五木ひろしさんですが、いつかは消えるんでと引退も視野に入れている様子でした。それでも伸びてくる若手たちに憧れを抱かせるような状態でないといけないと自分に言い聞かせているとも述べています。若手が出てくればいくら先輩後輩といえどもライバルになるから、それが励みにもなるとも語っており、
まだまだ意欲を見せていました。今でも50年前のキーでそのまま歌っていると驚きの美声を保っている五木ひろしさん。まだまだ活動の手は緩めないようです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。